新王子です。葵です。新青です。よいしょよいしょー。でで口が痛い。あのね、歯磨きしすぎてね、口が痛いの。かわいそうって思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。歯磨きのしすぎには気をつけてね。青は歯磨きしない派。いや、しろよ。はい、ということで前回はですね、はい、洋梨とイチジクを取りました。取りました。小さな畑で。前回の動画見てない人は前回の動画でおさらいしてください。おさらいしてね。で、ポカポカの種を植えて育ち切る前に終わっちゃったんだよね。そう、そう、だからポカポカの種が育ってるかちょっと見に行こうよ。というわけで、早速小さな畑に行きたいところなんですけども、ここでですね、しんちゃんさん、うん、夏にぴったりの怖い話をちょっとここでさせていただきたいと思う。いや、無理無理無理、俺怖いの無理なんだけど。昔々の始まったし、今のところに。じゃあ今じゃん、それ。そう、昔々の今のところにですね、うん、リビングの扉がありました。リビングの扉ね、うん、どこのお家でもあるね、リビングの扉はね。すると、このリビングの奥から、うん、なんか聞こえてくるのです。え、何が聞こえてくるの？ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。やばい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 。そこで、あるパンは思いました。あるパンが思ったんだ。リビングの扉でガタンゴトーン言っているのは何だと。うわー、大丈夫それ葵ちゃん。いやー、壊しちゃった。しんちゃん見て。え、なになになに？ガタンゴトーン言ってるのは何だった？あー、列車が走ってる。走ってる？すごい、あれがガタンゴトーン言ってる。一人でに動くおもちゃの汽車が。そういうこと？あ、なるほどね。全然怖くないわ。っていうことだったんだらしいんだ。え、すごいすごい。みんな見て。え、リビングできてるやん。できてるってなんだよ。最初からあったよ。あ、そっか。最初からあったね。でもすごい。でもまださ、これさ、もうすぐ登場なの？ほら、見てみんな。ほら、列車が。うわー。入りたい、リビング。でもダメだよ。まだだから。あ、まだなんだ。もうすぐって書いてるから、まだだよ。じゃあ、とりあえず畑行こうか。うん、行こう。よし、行こう行こう。ポカポカの種の様子を見に行こう。リビング楽しみな人は、チャンネル登録と高評価して待っててねー。青の怖い話が怖かった人も、チャンネル登録と高評価してね。全然怖くなかった。ここの廊下長いな。ここの廊下長いね。これだけでダイエットできそうだよ。なんか、あの、空港にあるさ、あの、滑る床みたいなやつ、つけてほしい。ね、空港とかにもさ、お出かけしたらさ、何の食べ物がいるんだろうね。あれじゃない？東京バナナとかじゃない？やばいそれ。ちょっと東京バナナ会ってみたい。東京バナナとか、いいね。駅弁くんとかいるかな。そう、空弁とかいるかもね。空弁とかがいい。とちゃーくー、しんちゃん。え、おじさんがなんかやってるよ。あ、ほんとだ、おじさんいるじゃん。何やってんの？こんにちは。こんにちは。君たち久しぶりだな。何食べてんの？え、それ絶対もんじゃ焼きじゃん。あ、バレた。もんじゃ焼きだもん、そのフライ返しみたいな。お好み焼きか。いや、フライ返し、フライ返しって言われるから、これでやってみようと思ってな。やったんだ。まあいいよいいよ。葵ちゃん、それよりポカポカの耳に行こう。ポカポカの耳、あれじゃなかった？ホームのとこに植えたんじゃなかった？あ、ホームのところか。あれ？でもまだなってないね。あ、全然成長できてないね。ちょ、水が足りなかったかな？ちょっと水やってこうかな。あれ？なんか青のとこにうんちなってる。うんちってどういうこと？青のとこにうんちなってるよ、ほら。誰かがうんちしてるんだよ、これ。水あげとこう。なんでだよ。え、じゃあさ、ちょっとポカポカの実育つまでさ、種探しする？え、どの辺にある？おじさん、種なんかないかな？ああ、種は確かヤシの上の木にあった気がするかな。お、ヤシの木？そうじゃそうじゃ、この大きなヤシの木。待って、え、でかすぎだよこれ。登れないよこんなの。登れないよね。そうなんじゃよと思ってな。うん、君たちのために登る道を作っといてやったぞ。え、不親切。え、不親切。いや、不親切。登る道ってこれさ、アスレじゃん。てか、それもなんかさ、めっちゃ消えるじゃん。不親切だね。いや、楽しいかと思っての。楽しい？この前さ、あの、パラソルの見てた。楽しくなかったよ。え、わざとやってたんじゃないのか？わざとじゃないよ。じゃあ、ちょっと、お手本見せて、お手本。見たいよね、葵ちゃんね。確かに。お手本見
せて。ああ、いいぞ。ちょっと待ってろ。うん。あれ、見えないぞ、なんかブロックが。え、見えてるよ。あれ、よし、行くぞ。うん。あ、いいよいいよ。おい。お、うまい。ここにあるのか？あれ。いや、ブロックが見えないんじゃ、本当に。あ、今表示されたよ。いや、見えないんじゃ、これ。ここの2つがなんか。ねえ、自分で作ったんでしょ？壊れてる。いや、君たちには見えるんじゃろ。なんで消えてんの？確かに消えてる、ここから。ね、見えてない、見えてない。こっから見たら見えるのにさ、こっちから見たら見えないんだけど。不思議じゃの。壊れてる。ちょっと直してくるからちょっと待つんじゃ。じゃあ、青たち違うやつやりに行こう。え、違うやつやり行ってくる？うん。どこにあるかな？こっちのさ、畑のところとかあったかな？ちょっと見てみる？見てみよう。なんかないかな？種ないかな？でもさ、やっぱさ、この木とかさ、どうだ？ほら。あ、ダメダメ、やばいと折れちゃうって、葵ちゃん。そのトールハンマー、ちょ、しまいなよ。怖いって。だって、もしかしたら落ちてくるかもしれないよ。そう、動物の森みたいなこと言ってるよね、絶対。しんちゃん見て。どうした？なんかイチジクみたいななってる、ほら。マディ？ほんとだ、ミニイチジクなってる。俺たちの想像してイチジクってあれだよね。前回取ったイチジクさ、チュルンチュルンだったよね。これイチジクじゃない？これイチジクだね。でもこれは取ったからもういいよ。じゃないの？うん、もう大丈夫だよ。おーい。おじさんの声がするよ。もしかしたら治ったんじゃない？おじさん。どこじゃ？真ん中の花壇だよ。あー、いた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 。見つけたぞ。忙しいんだけど、青たち。わしゃも忙しかったんじゃ。こっち来るんじゃ。こっちじゃ、こっち。え、治ったの？直しといたぞ。ほら。なんか見えてないけど。ね、全然見えない、これ。不思議じゃな。壊れてる。壊れてる。よしよし、見えた。今見えた。確かに3番目見えない。てか3番目以降も見えない。壊れてる。よーし、できたぞ。こんなこともあろうかと設置しておいた。もうできたって、もうさ、もう全然ギミックでもなんでもなくなったよ。仕方ないだろ、見えないんじゃから。ほら、行こう行こう。葵ちゃん行こう行こう。うん、もう行ってみよう。よし、まあ、こっちの方が簡単になったしね。確かに、さっきより全然難易度は下がった。まあ、農家卵が作ったやつだしね。確かに。あの、技術卵とかじゃないから。確かに、技術卵じゃないもんね。農家だもんね。あ、落ちちゃった。はい。よし、はい、自分で押すんじゃ、それは。はい、そっちに行くのか。オッケー。よし。お、いいぞ。お、これ難しそうだね、めっちゃ。こうだ。ほい。あ、めっちゃむずくない？おお、なるほど。ああ、そういうこと？はいはいはい、面白い面白い。農家卵はあの途中でここでセーブポイント欲しいかも。質問が多いな。よし。おい。はい。でこれでこれで。難しい。え？もうしんちゃん早く行ってよ。どうすればいいの？ほ、これで向こうに行かないといけないってことか。ギリギリで。こうか、こうだ、こうだ。ここでこうだ。おお、なるほどなるほど。おい。お、いいね、いいね。うまいぞ。うまくない？おい！あー！危ない。わあ。よし、行くぞー。頑張れー。ほい！あー！くぞー！ほい！あー！あ、惜しい。難しい。よし、行くぞー。はーい。おい！よし、いいよー。うまいぞー。ほい！よし。いい感じ。うわー！おー。死にたくない。ほい！よし！せーの、はい、よし、来たー。うわ、すごい、ナイス。せーの、ほい。あー、飛ばなかった。あー、おいちゃんがまだいた。ほい、じゃー。あー、おいちゃん、どこ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 、これ上、これ上じゃん、上、葉っぱに乗るんじゃん。乗れるの、これ。こっちじゃん。おし、オッケー、乗れた。ナイスじゃん。あー、おいちゃん、いけたよ。こっちじゃん。こっちじゃんって言ってるじゃん。こっちじゃん。いけ、頑張れ。こっちじゃん。あ、いいよ。よし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 。こっちじゃん。お、うまい。こっちじゃん。お、ふいーん。あ、でももう死にそう。こっちじゃん。いける、難しくないよ。こっちじゃん。オッケーオッケー。あそこは頭当たる。こっちじゃん。あー、頭当たるって言うの遅いよ。もう遅いよ、言うのが。当たるだろ。見てないもん。見ろよ。オッケーオッケー。で、そこ頭当たるから横からグイって上に上がる感じ。横からグイ？そこから頭当たるから。あー、そう、あー、ナイスナイスナイス。取れた。おー、なんかあるよ。やばい、ロープ忘れた。ガッチ。
ジ？あるぞあるぞ。やるぞってさ。よいしょ。なんで、あ、いるし。どっから来た今。もう取ってくれたらいいじゃん。そうだよ。まあまあ、君たちが欲しいんだろ。ほら。でもこれどうやって下ろすの？完全に降りたいやつはこっち来い。こんなのあるんだったらさ、先に教えてくれたらいいかったじゃん。え、ないない、なんかあんの？引っかかってるんだよね。そいつは落としちまえ。落としちまえ？あー！しんちゃん。え？もう何しとるんだ。何しとるんじゃ。え、だって落ちてこなかったもん。何これ、こんなのあったの裏に。最初から言ってよ。ほんとだよ。気づかないお主らが悪いんだ。なんでこんな忘れさせられたんだ、青たち。そうだよ。まあまあ、成功したからいいじゃん。よし、落とすぞ。うん。どうして？どうして？ほら、こっちじゃ。おー、オッケーオッケー。ナイスナイス。ボヨンボヨン。ボヨンボヨン。お、来た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 。よし。じゃあ、あとは任せたぞ。ねえ、どこ行くの？もうどっか行っちゃうの？あ、もうピアノの時間じゃん。そうだった。忘れてた。ピアノのレッスンがあるだった。あ、この鍵盤だから。鍵盤だから。じゃあ、頑張れよ。うん、じゃあねー。バイバーイ。ねえ、早くロープで連れてってよ。オッケー。おい、こっちだよ。引っかかっちゃったよ、しんちゃん。引っかかっちゃってるね。おいちゃん、ハンマーでここ砕いてよ、ここ。いいよ。はい。ありがとう。いけー！よし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 、押した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 。これどこ植える？これユンちゃんのとこ余ってるし、ユンちゃんのとこにしたら。あ、ユンちゃんのとこにしよう。オッケー、ここにしよう、ここにしよう。大丈夫かな、うんちとか生えてないかな。生えてなかった。大丈夫そうだね。よし、じゃあここに植えちゃうよ。よし、植えたよ。あと水あげないとね。よし、水あげよう。水あげよう。水あげて。なんで？わかったよ。葵ちゃんも働いてよ。ねえ、葵ちゃん、こっちの方が近いって。競争だ。競争すんの？競争すんの？なんでだよ。全然染みてない。染みてない、染みてない。よしよしよし。オッケーオッケー、閉めた。あれ、閉めた閉めた、やばい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 、急げ急げ急げ。はい、遅い。もういいじゃんなら、おいちゃんがしてくれれば。はい、遅い、はい、遅い、しんちゃん遅い。はいはいはい、閉めまーす、はい、閉めまーす。はい、しんちゃん遅い、しんちゃん遅い。閉めた。閉まった閉まった。閉まったってなんだよ。何も閉まってねえよ。そろそろさ、ポカポカの種さ、育ってるんじゃない？行ってみよう。行ってみよう行ってみよう。ポカポカの種、なんだろう、ポカポカの種は何の食べ物が育ってるんだろう。期待じゃない、太陽。お、育ってるよ。え、なんか気持ち悪い。4本生えてるよ。ほんとだ。ねえ、しんちゃん見て。え、顔が回ってる、顔が。うわー、ほんとだ、顔が回ってる。この木が本体ってこと？違う、上上上上。壊してみよう。押してこーい。おら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 。よし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 。どん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 どえ、ポカポカの時期に入るからだよ。え、そうなの？そうなんだ。じゃあゲット。ゲット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 。おお、カキゲット。イエーイ。ちょっと後でさ、着替えようよ。うん。先にさ、種探しに行こう。オッケー。それからさ、新しい食べ物変身してみよう。いいよ。ねえ、しんちゃん、ご飯持ってないの？ご飯？あ、お腹空いて走れない。しんちゃん、リンゴ持ってないの？ねえ、でもこのリンゴさ、これ、俺の一部だからさ、俺を食べるみたいなもんだよ。うん、痛い痛い、わかったわかったわかった、はいはい、もうありがとう。2個だけね。2個じゃすぐお腹空いちゃうよ。あと2つ、あと2つちょうだい。はい、じゃあ2つね。はい、早いな、もう全部食べたじゃん。だってお腹空いてるんだもん、仕方ないじゃん。これ俺のだから、これは。ねえ、種探し行こう、種。いいよ。ダメだよ、プレイヤーから奪ったら。それで他の人から奪っちゃダメだよ。この前はちゃんとさ、譲ってもらったじゃん。違うよ、この前は騙して盗んだんだよ。いや、騙してるというか、まあ、夢を与えたんだよ。だって、しんちゃん覚えてる？アフリカ海鮮丼 TV だよ。しんちゃんの名前は野沢菜さんで、青の名前はチキン南蛮だった。いや、じゃあチャンネル作っとく？今のうちに。今のうちバレないように。そうそう、バレないように。あれ？羊卵じゃん。なんでこんなとこいんの？羊卵ゲット！ゲットゲット！ゲットゲット！やめなさい。危ない危ない！
やばやめなさい。なんでそんなの持ってんだ。なんで羊のくせに。さあ、あなたたちにはゲームにご招待しようと思ってきた。忙しいんだよ今、あの種探してて。そうだよ、種が欲しいんですね、うん、種欲しい。あげますよ。え、なんの。あなたたちの持っていない種を差し上げましょう。マジ。いいよ、くれるってしんちゃん。じゃあゲーム参加しよう、参加しよう。卵割りゲームでいい。いいえ、違いますよ。やばい、やばい。やばい、やおいちゃん。ちょっとハンマーより強い。全然動けない。さあ、ゲーム会場は前です。進んでください。はい。行こう行こう。行きます。うわぁ、羊卵ってこのキャラだっけ？幸せが出そうだ。さあ、着きましたよ。どこだ、ここは。なんだこりゃ。食べ物クイズ大会。イエーイ。ここの問題で丸か×かを答えて飛び込むだけですよ。なるほど。じゃあこれクイズ正解すると種がもらえるってこと？この前やったやつだ。合計5個正解すれば種をあげてもいいでしょう。クイズ好きだなこの羊ね。よし、まあ、こんなサクッとクリアしちゃおうぜ。オッケー。では1問目です。ぶどうの種を食べるとお腹が痛くなる、丸か×か。ぶどうの種を食べると痛くないでしょ別に。でもなんか昔言われたことがある。ぶどうの種を食べるとお腹が痛くなるってバサマに言われたことがあるけど、うん、大人になってから調べたら迷信だって書いてた。そうだよね。じゃあうちらバツいくから羊卵丸ね。いいでしょう。よし、行くぞ。行きますよ。せーの、はい。あれ、あ、正解だ。消えた。ってことは痛くならないんだ。あ、ちっちゃくなった。本当だ、ちっちゃ。ミニ羊になっちゃったよ。そう。じゃあ次の問題ですよ。はい。ぶどうは太陽の光がなくても育つ、丸か×か。うわー、難しいな。実はですね、最近ちょっとドラマを見まして、うん、神の雫を見たから俺知ってんだよね。あー、スパゲッティ作るやつね。ちげえよ。で、ブドウは太陽の光がなくても育つって書いてるけど、これは×ですね。なんで？じゃないと美味しいね、ワインは作れないって言ってた。それでもワインでしょ。でもブドウだもん、育ててるのブドウだから絶対そうだもん。同じ同じ。本当に？ヤマピーが言ってた。ヤマピーが言ってたもん。じゃああっち行って。よし、行くぞ。じゃあもしこれで外れてたヤマピーが嘘ついたってことになるけど、いい？うん、いいよ。いい？ヤマピーのせいにしよう。オッケー。よし、行くぞ。せーの、はい。と、あ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 、すごい、やっぱりヤマピーは本当なんだ。ちょうど見てたんだよね。すごい、まさかヤマピーに助けられるとはね。本当な、やったぞ。2問連続正解だ。やるじゃないか。はい、次次。サクランボはバラ科の植物である。丸、丸。え、本当に丸？丸。じゃあ俺も丸かな。サクランボはね、考えてないじゃないか。いや違うよ、サクランボはバラ科サクラ族だから。バラだよ。そうだよ、バラ科サクラ族だよ。本当に知ってるのか。知ってる知ってる。向こう行けって、バツあって。行け行けって、早く行くぞ。せーの、はい。すごい、3問連続正解だ。やばい、やったー、やったー。今日はなんか深夜王がちゃんと協力してる。めっちゃ耐えてる今日。次はリンゴの種には少量の毒が含まれている、丸か×か。いやいや、あの白雪姫の見すぎだろ。ないでしょ。しんちゃん、まあ、種だよ種。うわ、わからんってなると、うわ、でも俺食べたことあるけどさ、なんともならなかったから俺自分を信じようかな。1個食べたくらいじゃん、死なないけど。いや、わからん、白雪姫のモチーフになるぐらいだから、もしかしたら毒っていうなんかこう物語があるのかも、リンゴには。じゃあしんちゃんリンゴだからしんちゃんに任せるわ。じゃあ含まれない。じゃあ含まれない。じゃあ私はこっち。大丈夫、俺リンゴだから。よし、行くぞ。せーの、せーの、ぽい。はい。うわー、待って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 、いけー、ハルクハンマー。なに、ハルクハンマー。すごい、バイオハザードみたい。バイオハザードやってる、バイオハザードやってる。ね、しんちゃん、なんでリンゴなのに間違えるんだよ。ごめんごめん。
まあ今回は特別になかったことにしましょう。やった。よし、じゃあ次次。パパイヤの種は食べられない、丸か×か。パパイヤをそもそも食べないもんな。パパイヤってなんだろう。つゆ卵パパイヤ知ってる？ちょっとよくわかりません。なんでだよ。知らないよ。出すなよ。部下が作ったもんで、これは。でもさ、ちょっとすごい暴論かもしんないけど、食べて食べれないことなくない？まあ、確かにその理論だと食べられなくないから×。じゃあ私は先で待ってますね。先で待ってるんだ。よし、行くぞ葵ちゃん。はい、せーの、はい、いけ。正解だ。おー、おー、やるじゃないですか。あなた、まあ極論食べれるもんね、全部。いや全部ね。でも羊卵こっちだから落ちないと。そうだよね、落ちないと。いやいや、じゃあ落とさないで、落とさないで。ダメだって。落ちないと、落ちないと。よし、やったー、正解だー。イエーイ、イエーイ。え、でもさ、食べられるってことじゃん。ってことじゃない？ではあちらでお渡しいたします。やったー。はーい、ではお渡しいたします。やったやった、新しい種だ。これを差し上げましょう。え、何、ゴミじゃん。ゴミじゃないですよ。え、これ種なの？完全に焼き鳥食べた後じゃん。違います、育てたらわかりますよ。マジ？じゃあ育てよ、おいちゃん、行こう行こう。本当にゴミじゃないのこれ？これ絶対ゴミだよね。嘘ついてんじゃない？絶対これたこ焼き食べるやつじゃん。マジ？俺ちょっと水含ましていくね、もう。よし、じゃあここに植えよう。どうぞ。ナイスー。オッケー、じゃああと水をね、ここに。よーし、湿らせて。めっちゃゴミに水あげてる人じゃん。オッケー、湿った湿った湿った。ほんとに育つのこれ？騙されてるんじゃない、しんちゃん。だよね、絶対騙されてるよね。ねえねえ、あおいちゃん、さっきのさ、あのピカピカの種さ、見に行こうよ。オッケー、行こう。行こう行こう。じゃあちょっと待ってて、見てて。うん。あー、おいちゃん、いやいや、お待たせお待たせ。なんだよ、デスポーンしただけじゃん。なんだ、何しに来たんだっけ、ここに。ユンちゃんのとこにピカピカの種を植えてるんだよ。ユンちゃんって誰？記憶喪失になった？葵ちゃん、ほら。あー、あー、ユンちゃん。あれ、なんか、あ、でもなってる。え、なにこれ？え、スイカ？ちっちゃいね、このスイカ。ほんとだ、なんかちっちゃい。おい、起きろ。バブー。バブーって言ってるよ。赤ちゃんスイカってこと？バブー。そういうことか。そういうことだ。よし、じゃあゲットー。バブー、バブー、バブー。あ、逃げて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 。待てー。逃げて逃げて、むしろ逃げて。やばいよ。待てー。よし、ゲット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 。おーし、よしよしよし、ゲットゲット。ってことは2つゲットだね、これで。よし、あと1個。よし、じゃあちょっと書き着替えてみるね。はい、変身してみます。おい、どう？うわー、でっけー。うわー、でっけー。あ、でもかわいい。カッキー見て、ちゃんと上ふさふさがある。ふさがふさふさ、かわいい。どう、みんな、カッキーかわいい？あの方がかわいいよね。カッキーの方がかわいいよね、みんな。わ、こわ、怖いって脅してるじゃん。あの方がかわいいよね。よし、じゃあ次は行きます。ほい。おー、ちっちゃい。赤ちゃんスイカだよ。でもまだスイカの方は持ってないよね。確かに赤ちゃんじゃない方はまだ持ってないよね。そうだ、逃げられちゃったんだよね。そう、逃げられちゃったんだよ、和室で。リビング行けたらね、いると思うんだけどね。まあ、開いてないからね、まだ行けないよね。ということで、今日はここら辺で終わろうと思います。イエーイ。小さな畑編やるので、みんな見に来てね。チャンネル登録と高評価を忘れずにね。お願いします。深夜の動画もう一本見てね。見てね。バイバーイ。バイバーイ。